覚えていますか？俳優の三上博史さんのこと。80年代後半から90年代前半の人気トレンディードラマで一世風靡した2枚目スター。当時は毎週ドラマでお顔を拝見しておりましたが、ここ数年いろいろあったのだとか。気になったので詳しく調べてみました。三上博史さん、東京のご出身で、なぜかは分かりませんが年齢は公表されていません。しかし1979年映画草迷宮でデビューした時がおそらく15歳だったはずで、現在は56歳になると思います。それに調べてみて驚いたのが、三上博史さんのヤバすぎる血脈、自営業を営む厳格な父親と第二期新党放入フェースだった元女優の母親を持ち、父親の兄が映画プロデューサーで、叔母の織原恵子さんは大英第一期ニューフェースの女優さんで、約60本もの映画に出演した大女優でした。しかも三上さんにとっていとこの夫が元巨人軍選手の篠塚和則さんだそうです。さらには三上博史さんの実兄も元東京スカパラダイスオーケストラの初期メンバーだったらしく、脱退後は愛知県内で古着屋を営んでらっしゃるとか。芸と技を極めた血脈なんですね。ですが母親は三上さんが二十歳の頃創生されています。父親とは折り合いが悪い上に、常々自分で使うお金は自分で稼げとスパルタ教育を受けたため、三上さんは中学時代から新聞配達のアルバイトをして部活動費用を稼いでいたのだとか。そんな少年時代の将来の夢は、お金をがっつり稼ぐエリートサラリーマンだったのは必然だったのかもしれません。その夢を実現すべく、少年時代からとにかくガリ勉だった三上さんですが、中学への登校中に突然周囲と同じことをするのが馬鹿らしくなり、能登半島へ逃避行したことがあるのだとか。その後も一人旅に出ることもしばしばで、夜行列車で知り合った女子大生と一緒に温泉宿に泊まったこともあったとか。中学生なのにかなりませてたんですね。三上博史さん、芸能界に入ったきっかけはというと、進学校の神奈川県立多摩高校へ進学しましたが、高校1年の時に友人に勧められて受けた1979年映画草迷宮のオーディションでいきなり抜擢されたのがきっかけでした。映画自体は日本公開が1983年だったため、一旦元のガリ勉生活に戻ったのですが、そんな自分にも嫌気がさすと同時に、どんどん演劇にのめり込んだのだとか。友人から勧められるくらいですから、当時から男前で雰囲気があったんですね。それ以降、寺山修司さんが主催する劇団天井桟敷に入り浸るようになり、当然勉強の成績はボロボロ。大学受験にも2度失敗して断念します。一層演劇に没頭する三上博史さん、そんな三上さんの芸能人生に大きな影響を与えることになったのが、実は創生した母親の遺言だったそうです。性格俳優にだけはなっちゃダメよ。この遺言の真意について後にこう言ってます。母親も以前売れなかったですが女優をしていたので、僕のことを見ていて心配したんでしょうね。最初は遺言の意味がわからなかったんですが、母親が伝えたかったのはきっと、アートもいいけれど多くの人に名前と顔を知ってもらいなさいよということだと解釈して人生を変えました。それからは積極的にドラマや商業映画のオーディションを受けるようになった三上博史さん。1984年ドラマ無邪気な関係でドラマ初出演を果たすと、バブル全盛期のホイチョイプロダクションが手掛けて大ヒットした1987年、原田知世さん主演の映画
私をスキーに連れてってで大ブレイク。昭和のバブル期を色濃く反映したトレンディードラマに次々に主演して、1988年君が嘘をついたや、1990年世界で一番君が好きで、世の若い女性たちからアイドル的な人気を博し、当時業界では三上さんのことをトレンディードラマのエースと呼ぶほど欠かせない俳優になったのです。1992年あなただけ見えないでは、女装なども含めて多重人格者役を見事に演じ切ったことで、アイドルから演技派に見事に脱皮に成功。その後もその活躍は止まらず、1994年この世の果てや、1999年リップスティックなど数々のドラマに主演していて、特に1987年以降は連ドラに年間2本も主演することも珍しくありませんでした。ドラマに映画にと多忙を極めたトレンディ俳優時代は、自分の名前が広く認知されなければ好きなことはできないと思って、とにかく本気で名前を売ってやろうとがむしゃらでやっていたという三上博史さんですが、周りと演技に対する姿勢のギャップを感じるようになって疲れ果ててしまったのだとか。その時三上さんが思ったのは、役柄を演じるということは命を削るくらいの本気度で作品と向き合って初めてリアリズムが出ると考えていたから、一発当てるとか金儲けのためじゃない、そこまで思い詰めていたそう。こんなことも言っています。中にはそこまで本気にならなくてもいいと思っている人たちもいるわけですよ。本気のやつってうざいんだろうね。こいつに下手に声をかけたら本気になるから面倒だぞと思われて、それで5年に1本とかになっちゃうと自虐気味に吐露しています。業界で敬遠される理由にはもう一つあって、演技への目標も高いため、共演する後輩の役者、特に女優に対してはことのほか厳しく、そんなことばかりで相手事務所から共演 NG が頻発したこともあってだとか。近年では倉科カナさんや森川葵さんがその洗礼を浴びたと言われてます。なんだか母親が危惧してた通りになっていってませんか、三上さん。そんなこんなもあって現在は帰国していますが、三上さんは米国西海岸で7年、パリに7年も移住していたこともありとか。1989年頃のカリフォルニア時代には黒柳徹子さんの母黒柳朝さんの家に居候していた時期もあったとか。お母さんは三上さんがそんなに有名な俳優だと全く知らなかったのだそうです。三上博史さん、俳優を辞めて建築家になろうかと悩んだ時期もあったそうです。引退しようと考えた原因は、俳優として頂点を極めて燃え尽き症候群になったからだとか。2003年舞台青ひげ公の城で芸能界を引退する予定だった三上さん、しかしいざ出演してみると舞台の仕事も極めてみたいと感じて引退を思いとどまったのだとか。この舞台青ひげ公の城は寺山修司没後20周年の記念公演でしたが、くしくも芸能の道に誘ったのも思いとどまらせたのも寺山修司さんということなんですね。それ以降テレビや映画よりも舞台に重きを置いたことで露出が減ってしまったことが干されたと思われた原因というわけです。ところで元より2枚目の売れっ子俳優だった三上博史さん、ご結婚はされてるのでしょうか。実はずっと独身のままなんだとか。しかも一説では女性には興味がないと巷ではもっぱらの噂なんだとか。有名な噂ではオセロの松島久美さんがイタリアで女装をしている三上博史を目撃したと
テレビで発言して大反響を呼んだり、他では俳優の本木雅弘と付き合っていたや、俳優の風間トオルと玉木宏を取り合った過去がある。2019年には新興宗教の教祖との熱愛、嫁ぎから次へと噂が出たのですが、あくまで都市伝説に過ぎません。三上博史さん、本当にそうなのか。よくよく調べると過去に噂になったのは女性芸能人もいるようです。1992年ドラマあなただけ見えないの共演者の相良春子さん、相良春子さんの自宅で一緒に鍋を食べることも多かったためと言われています。1990年ドラマ世界で一番君が好きの共演者の浅野敦子さんとも噂になりました。過去に浅野敦子さんのことを好きな女優とも話していた上に、とにかく劇中でキスシーンが多かったことでファンの間で噂が立ったようですが、実のところ噂レベルで何もなし。以前結婚とか子供とかに対して、結婚願望は人並みにある、世界が広がるような出会いがあれば結婚したいと本人が言ってましたから、やはり芝居にストイックなあまり、女性やましてや家庭を持つと今まで通りできなくなる不安があるから結婚に踏み切れないのかもしれませんね。三上博史さん、近年では再びテレビやドラマでもその演技に高い評価を得ています。2014年ドラマ明日ママがいないのこわもての施設長役でも評価が高く、2019ドラマ集団祖先の常務役は4年ぶりの地上波出演作でありながらも高評価が集まった作品でした。また14年ぶりの主演での映画ラブホテルにおけるジョージとプランの果てでスクリーンに紙パックもして、ワンワンプライムでの主演ドラマも増えています。三上博史さんですので、実際は芸能界を干されたわけではなく、結婚したくないわけでもなく、単に芝居にストイックなばかりに活路をテレビ以外に求めていたことが大きな原因のようですね。まさに時代を牽引してきた役者なだけに、これからも活躍を期待したいと思います。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は三上博史さんがこんなに骨太な役者さんだとは思いもよりませんでした。80年代後半、当時輝いていたイメージしかありませんでした。確かに演技にはうならせるものがありますので、これからもテレビや映画でもっと活躍してほしいですね。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。